前回の動画で使った帽子、表はこんな感じになってます。ピカチュウ大好きクラブ。どうもゲームイズの山田です。今回話すのはピカチュウのことではありません。ちょっと比較系ですね。ニョロボン VS ニョロトの強いのはどっち、これの比較をちょっと事務戦で例えてやっていこうと思います。結論から言っちゃいますよ。ニョロボンとニョロトのどっちが強いか、活躍する場面が違うので分かりません。ごめんなさい、これおちょくってるわけじゃないですからね。あれこれ2匹とも覚える技も違ければ、あとタイプも変わっちゃうんですよ。だからここに関しては、どういう風な場面で使えるのかってことを説明していこうと思います。まずニョロボンですね。ニョロボンはニョロトとヒットポイントが同じなんですよ。その代わり攻撃力が若干高くて防御が少し低いと。で、水プラス格闘タイプが入ります。これによって、弱点も広がるんですけれども、タイプ1技もあるよと。アワハイドロとあと岩砕き爆裂パンチっていう風に、格闘とか水水っていうそのタイプ1技の2種を、覚えることができますね。ただこれ一長一短で、その分弱点もありますよっていうね。技2がハイドロポンプ爆裂パンチレートパンチになるんで、殴るか水出すかって感じで、ハイドロポンプは威力高いんし、その爆裂パンチもいいんですが、冷凍パンチがね、ちょっと氷技の中では少し残念感が漂っているかなと。そんなニョロボン、ざっくり言っちゃうとシャワーズ怪力の代用ポケモンとして使ってあげることができますと。続いてのニョロトノはヒットポイントはニョロボンと同じですが、防御はちょっと高くて、で攻撃力はちょっと低いと。で、タイプは水。技2が地震ハイドロポンプ吹雪、これが、結構響いてきます。この3つって威力どれも高いんですね。各タイプの、攻撃力の技と、言えばどれって言ったらもう大体この辺が出てきます。で水しかないので、本人のタイプは、吹雪と地震に関してはタイプ不一致です。しかしその不一致でも相手の弱点になっているならば、そのダメージがゴリッと、入りますよという部分があるので、そういう意味では普通に有効な場面多いですね。ざっくり説明すると、変幻自在の高火力アタッカーみたいなね、ちょっとかっこよく言ってみました。ということで、今説明して分かった通り、それぞれの使う場面が違うし、その相手にする敵も変わってきちゃうんですね。なので、この2種に関してはどっちが強いっていうものはありません。じゃあいい個体値のニョロモやニョロゾを引いた場合、どっちに進化させるべきなのか、これはニョロトノをおすすめします。なぜかと言いますと、ニョロボンっていうのはさっき言った通り、その技が水、ハイドロポンプ爆裂パンチ冷凍パンチなんですけども、爆裂パンチと冷凍パンチってそれぞれのそのタイプ、あ、それぞれの技、氷と格闘で言うと、一番威力あるかって言ったらそうでもないんですね。つまり技にで強いのはハイドロポンプオンリーっていう感じの認識にもできるんですよ。それに対してニョロトノは不一致とはいえ有効な威力の高い技は3つ、1つは一致してますけど、なので技ガチャ、技厳選がニョロトノの方が楽とも言えるんですね。もちろんアイテムが必要ですけどね、王者の印かかりますけど、なのでいい個体の、ニョロもニョロゾを引いたならば、ニョロトノにする方が、個人的にはおすすめです。ということでニョロトニョちょもう噛んじゃおうね。ということでニョロボンとニョロトの、進化に悩んでるとか、どう違うのっていうのを、まだ把握してない方いらっしゃいましたならば参考になったらばなんて、思いました。ただしジム戦っていうのは、相手にするジムの、置かれてるポケモン、さらには自分の同じチームに対してのトレーニングなのか、別のジムを落とすのか、アイテムバンバン消費するけれどもスピード勝負なのか、スワイプして避けて倒されないようにアイテム節約するのか、こういうプレイスタイルによって評価だいぶ変わってきます。なので、一つの意見として捉えていただけると、非常に嬉しいです。はい、そんな感じでございます。今週ちょっと別のジム戦動画も、撮ろうと思っているので、ぜひよかったらそっちも見てください。エクセレントチャレンジ。ちょうど今レディバが出てきてるので、レディアンか出てるので、これやっていきましょう。レディアンね、飛ぶからちょっと外すかもしれないよね。やっていこう。さあ
ただ距離はね近いから、そんな遠くないからまだ狙いやすいはず。この中段はまだ慣れてないんだよな。頑張りまーす。よいしょ、どうだ。あー、くそー、ちょっと下だった。1回目、2回目、3回目。はい、ということでエクセレントチャレンジ失敗。くそエディアンの位置はちょっと練習しようっと。飛んでるポケモンはねまだまだ練習のしようがあるね、これね。あ、ホウホウ来たわ。じゃあまあ多分これもう最後のハーって、で ここ自体が多分おまけになってると思うんで、一応もう一体取りますか。はい、ホウホウ。ホウホウに釣りの実とか普段使わないけどね。よいしょ。はい、スーパーボールでスーパー消費したいからね。この位置はホイスイート。あー、こっちはいけんだなー。あー、もう、はい、2回目、3回目、かじり、くそこっちはいけんのかよ。はい、これ気持ちいいよね。エクセレントカーブワンショット、これを見るために最近頑張ってる感ありますわ。はい、次回は一発エクセレント頑張ります。